ローゼンハイム・ザルツブルク線は、ドイツ・バイエルン州のローゼンハイム駅から、オーストリア・ザルツブルク州のザルツブルク中央駅を結ぶドイツ鉄道の鉄道路線。路線番号は、ドイツ国内が951、オーストリア国内が200、バイエルン・チロルとオーストリアを結ぶ幹線の一部となっている。セービトゥスとアンナ境界列車は、ローゼンハイム駅を出発すると、北東方向に進み、 イン側を渡る。かつて停車場だったランドル分岐点でフラスドルフ方向の貨物線が分かれる。その後本線は休憩車でジムス湖に沿って続く。バートエンドルフ駅では2006年に保存鉄道として再開業されたオービング方面の鉄道が分岐する。本線は続けてキーム湖の西側に沿ってプリーン駅に至る。駅の左側にはキーム湖鉄道。 右側には、アシャウ、イム・キームガウ方面のキームガウ線が分岐する。次の停車場は、ベルナウ駅で、その以後本線は、東の方に続く。ユーバー・アッツェ駅では、現在は廃止されたウーバー・ゼ・マーク・バート・シュタイン、線が分岐していた。ウーバー・アッツェ駅から出発した列車は、チロル・アシェ川を渡って、ベルゲン駅まで1%の勾配を登る。トラウンシュタイン駅の西側で、 トラウンシュタイン・ルーポールディング線及びトラウンシュタイン・ガルヒング線と合流する。トラウン側の向こうには、バギング方面の視線がフフシュラ区分岐点で分かれる。分岐点の前に、線路の北側に、聖、ビトゥスとアンナ教会が見える。フライラッシングでは、ミュルドルフフライラッシング線及びフライラッシング、ベルヒテスガデン線が本線と合流する。列車は、国境のザーラッハ川を渡り、 ザルツブルク都市圏に入る。バルス・ジーケンハイム町にはビジネスパーク方面の線路が分岐するリーファーリング貨物駅がある。列車は南側のタクスハム町、マックスグラン町、ミュリン町と北側のレイヘン町、リーファーリング町の境界線上に走行し、ザルツアフハ川を渡ってザルツブルク中央駅に至る。 マクシミリアン鉄道の路線図最初の建設計画は1828年9月、すでに立案されて、フリードリヒリストは、キュンツブルクアウクスブルクミュンヘン、オーストリア方面区間などの鉄道線を、幹線鉄道網として提案した。1835年銀行家のジモンフォン・アイヒタールは、ミュンヘンとザルツブルクを結ぶ、鉄道建設を要請した。 1836年1月5日、アイヒタールの事前調査が始まり、同年4月7日、バイエルン政府はオーストリア政府に鉄路建設計画を告げた。しかしアイヒタールは必要な資金を確保するのができなかったため、この計画は1838年取り消された。その後、オーストリアとの交渉は再び進行された。プロジェクトの内容は、 ザルツブルクから鉄道を建設して、ウィーンとリンストック間の路線と連結することであった。オーストリア帝国はこのプロジェクトに関心を見せなかった。バイエルンでは、経済危機のため、ルートビヒ一世は、ルートビヒ南北鉄道の開通の前には、オーストリア方面の鉄道建設が不可能であると、言明した。 1843年8月25日東西鉄道の計画案がやがて提出され、国王はオーストリアとの交渉を許可した。1848年9月10日、ヨーゼフ・フォン・マー・ファイは、鉄道の設計、建設、運営は一つの市企業によって行うという計画を提示した。1849年初に、ミュンヘン・ザルツブルク区間の主要経路は発表された。 1849年8月ミュンヘン・ローゼンハイム・ザルツブルク鉄道組合の設立が計画され、1850年3月9日許可された。1851年6月21日バイエルンとオーストリアの間に条約が結ばれた。この条約によれば、バイエルンはミュンヘン・ローゼンハイム・クーフ・シュタイン・ザルツブルク区間を1858年3月1日まで、 完成するべしだった。一方、オーストリアは、クーフシュタイン・インズブルク区間を1856年3月1日まで、ウィーン・トリースト本線との接続線を1858年3月1日まで、完成するべしだった。ミュンヘン・ザルツブルク線の建設工事は1851年9月1日ミュンヘン近郊のグロースヘスロー A 橋で始まり、 この鉄橋は現在ミュンヘンホルツキル品線に属する。1852年から建設費用の継続的な増加のため、同年5月バイエルンの国会予算で建設を続けることになった。1854年5月オーストリア政府は地形の問題でザルツブルクブルク線は予定日まで完成できないと通告した。1856年4月21日開通延期の ため新たな契約が締結された。1860年5月7日、ローゼンハイム・トラウンシュタイン区間は開通して、残余区間は1860年8月1日、観光された。1860年8月12日この路線は、オーストリア西部線と連結され、マクシミリアン2世とフランツ・ヨーゼフ1世は、観光記念式に参席した。当時ローゼンハイム・ザルツブルク区間の、 総建設費用は1020万4649グルデンであった。1871年6月1日ミュンヘン、ミュルドルフリンツ路線は全通し、ローゼンハイムの経路より相対的に短いため、ウィーン行きの特急列車はミュルドルフを経て走行する予定だった。同年10月ミュンヘン、ローゼンハイム線は開通して、補助機関車はそれ以上必要なくなった。 ローゼンハイム駅の交通量は次々増加して、1876年4月19日、新しいローゼンハイム駅舎が完工された。1889年フライラッシング、ザルツブルク区間は最初に伏線化され、1895年11月29日、この路線には2番目の軌道設置は完了した。列車の通行量が、その後飛躍的に上がって、 1900年には片道38編の列車がこの路線を通行した。1897年から前にミュルドルフ、ジンバフ派を経たオリエント急行列車が運行された。第一次世界大戦の期間に旅客列車の編成数が制限され、戦争初期から列車は4往復で運用された。この路線はオーストリアあるいはバルカン半島と連結され、 主に兵力輸送などの軍事目的で使用された。1923年この路線の電化計画案は完成されたが、ドイツ国営鉄道には予算がなかった。1927年8月ようやく路線ファイム、フライラッシング間の電車線設置が始まり、1928年4月完了した。 同年5月ローゼンハイムに変電所が建設されて、バルヒエンコ発電所の送電線と連結された。トラウンシュタインにも変電所が建設され、ローゼンハイム変電所と連結されている。第二次世界大戦の期間に列車運行が極端に制限され、主に軍用列車が運用された。1945年の爆撃でザルツブルク駅、ローゼンハイム駅、 トラウンシュタイン駅は破壊され、トラウンシュタインでは数百人が命を失った。戦争が終わった直後、この路線はほとんどの区間で単線で運行可能になった。1945年5月18日、アメリカ軍用列車は最初に運行された。1949年までこの路線で列車は最高時速 85km の速度で運行されていた。 1952年トラウンシュタイン駅舎が、1954年ローゼンハイムとフライラッシングに駅舎が再び開業された。この駅舎は同じ様式で再建された。1950年代の中半ようやく戦争で破壊された線路が復旧され、平常時の運行は可能になった。1960年代には信号扱い所は改修された。 1963年自動信号ブロックシステムはフライラッシングザルツブルク区間に導入された。同じ年に軽電気方式の信号扱い所はプリーン駅とバートエンドルフ駅に設置された。1969年7月14日と15日トラウンシュタイン運転指令所が開通しユーバーアッツェトラウンシュタイントラウンシュタインタイゼンドルフ区間に 自動信号ブロックシステムが導入された。1978年12月11日、タイゼンドルフフライラッシング区間に中央信号ブロックは導入され、運行指令書1カ所が SPDRS60 形式の制御板の設置で開通した。1982年1月、ローゼンハイム連結線は開通した際に自動信号ブロックシステムが適用された。 1985年11月ローゼンハイム、バートエンドルフ区間の列車保安装置の改良が完了して、当時総費用は470万マルクに達した。2003年11月19日から23日まで、ローゼンハイムの電子式信号扱い所が運用され、2005年3月2日から、ミュンヘンから通り制を受けることとなった。2005年ザルツブルク市区間では参戦線,線の、 工事が始まり、2013年完了した。目的は既存の線路に軌道を追加して、S バーン列車に必要な通行量を確保することだった。2006年6月タクソハムユーロ公園駅が、2009年12月、ミュリンイコール旧市街駅とアイグルホーフ駅が開業された。リーファリング駅は2013年12月、S バーン駅として、再び開業した。 一方、ドイツ鉄道とドイツ交通省は2013年2月国境線、フライラッシング区間の3線伏線回収と国境線のザーラッハ側の第二橋梁を新設に関する財務契約を締結した。ドイツ側の 1.6km 区間の工事は2012年始まり2017年完了した。フライラッシング駅では S バーン列車用乗降場が 改めて設置された。ドイツ側のプロジェクト費用はおよそ6000万ユーロであった。地域輸送の場合、ローゼンハイムマイナスベアナウ区間は、ローゼンハイム軍に属し、軍内に公共交通機関が存在するが、料金システムが鉄道路線と統合されていない。タイゼンドルフザルツブルク区間は、ザルツブルク運輸連合の料金システムの適用区間である。下記4系統が、 それぞれ1日1往復ずつ運行されている。2017年末に、それまでの種別ユーロシティから変更となった。下記に系統が運行されている。2時間に1本の運行。ルール地方、フランクフルト、ローゼンハイムザルツブルククラーゲンフルト、グラーツ間に運行されている。ローゼンハイム異性は950号線に、ザルツブルク伊東は205号線に直通する。 各三つの系統に分かれる。ミュンヘン、ローゼンハイム・ザルツブルク間に1時間に1本運行されている。ローゼンハイム・フライラッシンク間は各駅に停車し、事実上951号線のローカル列車として機能している。フライラッシンク・ザルツブルク、ブラウナウ、リンツ間に1時間に1本運行するのが基本。ザルツブルク伊藤は101号線。 または1 9 5号線に直通する。2017年以前は、大部分がタクスハムオイロパーク伊藤のみの運行であった。下記に系統が運行している。AB ゲシヒテデアマキシミリオンズバーン、アットザウェイバックマシンハット、コニグリックバイエリシェシュターツバーン、ナショバイサングーバーデンビトリエーブデアコニグリック、バイロションバーキールザンストールトン。 ミュンヘン1861ザルツブルク24アットドリトゥスグリスフォンザルツブルクナーハフレーラシングイストフェアティヒ11ディセンバー2017ザルツブルク州の路線図及び交通地図 SVV の資料ありがとうございます